皆さんこんにちは。こんばんは、小山です。今日はですね、また一般論というか質問に返していきます。で、今日はですね、僕が前回の動画でお酒飲まない、飲み営業も受けないっていうのをしたので、その小山流のなんかその飲みの断り方っていうのはありますかと、相手を不快にさせない断り方ありますかというご質問に対して回答します。で、あるのはあると思うんですけど、大きな話、まず前提条件として、時代柄といいますか、あんまりのめのめ営業が多分世の中的になくなってきてるんじゃないのかなっていうのは一つありますね。なんで僕としては追い風なので、なんかその飲めない人も増えてきてるんですよね。もう経営者とかでも飲めない人結構増えてきてて、僕の友達はもう類を友を呼ぶじゃないですけど、結構飲めない経営者多いんで、そういったところもあるんじゃないかなと思ってます。なので、そのあんまり飲む機会、飲んで商談する機会っていうこと自体がちょっと減ってきてるんじゃないかなっていうのが一つあります。なので、安心してもらって、今後ね、世の中に出る人とか、起業するときに社長同士で飲まなきゃいけないんじゃないかとか、接待があるんじゃないかと思ってる人は、不安に思ってる人はですね、意外にそんなこともない。で、ちょっと目上の方とかだと、やっぱり依然として飲むとか、そういう女性の店ですね、キャバクラとか行くのが好きな人はやっぱいるんですけど、僕の周りとか同年代とかって、若いからっていうのもありますけど、そんなにとかもういないですね。もうそういう店行こうぜって、そういうところで商談しようぜってよりかは、ご飯ですね、どっちかというとご飯に、しっかりお金をかけて、いい空間ですよね、といい料理を食べに行って、でそこで満足して一発で帰るっていうのが最近というか、もうずっとですね、もう起業してからずっとですね、それはっていう感じなんで、そんなにだから不安に思うことはないのかなと僕は思います。で、その上でなんですけど、とはいってもね、まだ働いてて上司の方にどうしても誘われるとか、あと起業してても業種によってはやっぱ飲む業種もあると思うんですよね。なんで、そういうのも含めてちょっと断り方っていう意味では、僕は事前と事後というか、あってですね、まず一つやってるのが、まず防御策ですね。もう僕は飲めませんって常日頃から言っとく。で、僕は飲まないし、スポーツ運動とかもするしっていうのを常日頃言ってる。あとは仕事柄ですけど、個人情報だったり守秘義務がすごい伴う仕事をしてますんで、お酒で万が一の事故も起こせないっていうのも言ったりして、もうずっと言ってます、常に。で、僕 Facebook とかのプロフィールに、お酒とかのお誘いは断っても、サッカーとかのお誘いは喜んで受けますみたいなこともすでに書いてあるんで、もう常日頃僕はそういうのやってませんからって常日頃言っとくのと、あとはもう車で来てますとっていう感じで、もうご飯とお付き合いするのは全然いい、テンションも合わせられると。ただ飲むのだけはもう僕は無理ですっていう風に、もう本当にプロフェッショナルとして断るって感じですね。はい。で、今ちょっと柔らかく今お話したんですけど、そもそも僕の仕事論としてですね、飲まないと営業取れないんだったらもうやめた方がいいと思ってるんですよ。もっと言うと、別に飲む飲まないじゃなくて、究極の答えが、自分の信念とか自分がやりたくないこと、苦手なことを押し殺してまで仕事を取れない、いや取れないっていう発想がおかしいですね、を営業もらわなきゃいけないっていう立ち位置なんだったら、もう弱すぎると自分が。なので、どっちかっていうと、自分が仕事を提供してあげれるとかですね、そっちの立場にならなきゃいけないっていうのがそもそも論ですし、そういうふうに、変な話、ごますりですよね。お酒を無理して付き合ったりとか、おだてて仕事を成り立たせなきゃいけない次元なんだったら、僕はもう頑張って、そういった次元を抜け出すような努力をした方がいいと思ってますし、僕はそういうふうにやってきてるつもりなんですよね。あとは、そうですね。やっぱりそういうことがなくても、飲まなくても、仕事ができるような、相性のいい人たちと一緒に仕事をするっていうのもそうですし、それを選べるっていう、やっぱ自分のスペックですよね。能力だったり、コミュニケーション能力だったり、そういう仕事の仕方をしてれば、そんなにビクビクすることは僕はそもそもないと思ってるんで、そういうことも一つ伝えたいメッセージではありますかね。はい。ただ、今言ったのは独立の組の話で、僕は創業してから、その飲み営業っていうのもやったことないですし、受けたこともないですし、で、究極のマインドセットは、いや、そんなことして仕事を受けないぐらいだったら、もうそもそも破綻してると、ビジネスが。っていう意味で、僕はそれを貫いてやってきたんで、それで合ってると思うんですよね。結論一定の精度は、成果は出てるんで。で、ただじゃあ会社員時代ですよね。で、会社員時代は確かに上司とか、やっぱ飲み誘ってくれる、くださる人もやっぱいるわけじゃないですか。で、その人たちは多分なんですけど、飲みたいわけじゃなくて、やっぱそのオフィスの中とかだったら、コミって話もできないから、多分趣旨としては、もうそういう腹割って話そう。別にそれ飲まなくてもいいんですよ。
カフェでもいいんだけど、カフェっていうのもまたおかしな話なんで、まあ、ご飯行こうぜ、それをまあすなわち飲みに行こうぜって言ってくれてるだけだと思うんで、まあ、それはね、あの個人的にはまあ、受けれるんだったら受けてですね、でまあ本当に意味がない、本当に飲んでダラダラ愚痴とか言ってるだけだと思えば次から断ればいいですし、あの、まあ、そもそもそういう言ってくれる趣旨はそういうことなんじゃないかなと、あの自分を成長させてくれようとしてるんじゃないかなっていうのは一つね分かってあげてほしいなと。でその上で今言った通り、意味がないんだったら断るのはいいと思います。で質問通り、あのうまい断り方ですよねっていうのは、やっぱりそのやっぱり主張していいと思うんですよね。今の時代ってやっぱりその無理して飲ませるのもおかしいですから、あの僕飲めないんですけど、あのでももしねその上司の方がリスペクトできる方なんだったら、でも飲めないんですけどお話はぜひ聞きたいんですと、お食事と僕はウーロン茶ですけどいいですかって本当にシンプルに丁寧に言えばすごい可愛いし、いや俺も別にそんな飲みたいわけじゃないんだって言ってくれる可能性もあるんで、ぜひぜひそんな感じで、でそこをですね、いや飲むのがもう仕事だみたいな話になるんだったら、さっき言った通りもパワハラとかおかしな話になるんで、いや僕はごめんなさいそういうのはできませんってきっぱり言うべきですね。で自分の上司が、まあ、すなわちね自分の進むような未来だと思うんで、もしそういう上司が上にいるんだったら、その会社を変えるのか辞めるのかするっていうのも含めて考えていいんじゃないかなと思います。もう要は自分の人生なんでね、あのそこにねしがみつく必要もないし、そこでペコペコしてね可愛がってもらってもいずれねどっかであの無理がきますから、体がおかしくなるか、まあね耐えなくなって面白くなるなくなるっていうのがあると思うんで、まあ、今言った感じで上司の一応趣旨は汲んであげたつもりでちゃんと丁寧に伝えてみる、でどういう反応なのかっていうのはぜひ確かめてほしい。質問で僕はねちょっとそれ以外のことでちょっとあれと思ったのが、あの意味のある飲み会は行きたいんですけど意味のない飲み会は行きたくない、確かにこれめちゃめちゃわかるんですけど、僕ねあの下の立場、僕も当然今でも下の立場の時もありますし、あの当然会社員の時もありましたから、下の立場の時にそういうスタンスっていうのは僕は個人的には好きじゃないというか、やめた方がいいんじゃないかなと思ってて、何かっていうと、あの意味があるかどうかも含めてやってみなきゃ分かんないんですよ。特にしたって経験が圧倒的な経験がないので、上司はさっき言った通り良かれと思ってもう一歩も二歩も先を見据えて、いや君を誘ってるんだっていう可能性があるんですよ。なんで、まあ、合ってるかどうか置いといて僕はですけど、もうそういうのも ありがとうございますと、なんで意味があるかないかっていうのは考えたことないですね。もうありがたいと、こんな僕に誘ってくださってありがとうございますと。だって上司の方が明らかに時給が高いわけですし、自分って下のわけじゃないですか。下の人間とつるむより上の人間もしくは同等の人間とつるんだ方が絶対その人のパフォーマンスが成長はいいはずなのに、自分に時間を割いてくれようとしてるんですよ。それをありがとうございますってまず思えるかどうかっていうのは、僕人間論としてですね、人間性として一つすごい実は大事な部分なんじゃないかなと思ってます。これは下の立場としてですよ。これを上が、いやお前成長のためになるのに何やってんだっていうスタンスは確かにおかしいと思うんですけど、あくまで僕らが下の立場だったとしたら、意味があるんだったら行きますけどっていうスタンスは、これで多分僕伸びない人の特徴なんじゃないかなと思ってるんで、もしねこれが話分かってもらえるんだったらちょっとね改善してほしいなと。そのスタンスはね、上の立場でこれを読んだら、いやこの人にはむしろもうなんだろう、教えたくないな、愛情注ぎたくないな、可愛がりたくないなってぶっちゃけ思っちゃうと思うんですよ。なんでできたら、いや本当にありがたいんですけどっていう、せめてテキスト文字ではそう書く、本当にありがたいんですけど、あの万が一行きたくない場合はどうしたらいいでしょうかって、やっぱその言動って態度に表れちゃうと思うんで、こういうね文章を書くときから、まあ、しっかりねそういったちょっと配慮ですよねっていうのはした方がいいんじゃないかなって、まあちょっと古風な考え方かもしれないですけど、僕はそういう風にやってきてます。はい、ちょっと脱線したんですけど、もう心構えですね。はい、あの上の人は自分っていう、どっちかというとなんだろう、その成長にはつながんない、お金に1円にもなってないわけじゃないですかっていうのに時間を割いてくれようとしてくださってるんで、まあ意味があるなら行きますとか、おごってくれるんだったら行きますとか、そういうスタンスはちょっと本当にやめた方がいいんじゃないかなと。はい、でその別の次元の話で、うまい断り方っていうと、もう素直に伝える、素直に伝えてみる。あとは、まあ、まず一発目は行ってみるですよね。行ってみて本当にいいのか悪いのかっていうのはぜひチェックしてみて、でダメだったとしたら断ればいいと思いますよ。今の時代ね、やっぱまっすぐ自分の人生生きていけばいいと思うんで。でね、僕ちょっと脱線するんですけど、うちの事務所そういった意味では、あのね忘年会とかもうやめたんですよ、夜の。なんでかっていうと、前のね僕の吉野家のお話と一緒で、もう忘年会シーズンって圧倒的に混むわけじゃないですか。でもうぎゅうぎゅう詰めだし、もうねみんな予約してるんで、すごいコスパ悪いなと思ってるんで、もう僕は今はそういうのはやめて、もう各々好きな人たちと行けばいいし、好きなタイミングで行けばいいし、ランチとかですね、なんならランチですね、ランチは安くて、色々選びますし、混まないですから。
そういうので、まあね、おのおの好きに行けばっていう感じでやってますんで、そのもう飲みっていうのが、その社内コミュニケーションツールっていうのと営業ツールっていうのから、僕はね、なくなる時代って来てるんじゃないかなと。本当にスポーツとかと一緒ですよ。好きな人がやればいいだけの時代。いや、だからマストじゃなくなる時代って来てると思うんで、本当にね、まあ時代は追い風ですよっていうのと、その自分のね、プロフェッショナルとしての仕事の流儀があれば、飲み営業なんかやらなくてもいい自分になれますし、うん。今無理して飲んでるんだったら、それそもそも仕事のやり方考えた方がいいですよと思ってますんで、うん、うまい断り方、云々の前にそもそも飲まなくていいですよという動画になりました。ということで、チャンネル登録とかぜひぜひ、刺さった方はしてください。ね、見ていただいてる方の6割ぐらいがチャンネル登録してないのに見てる人が多いみたいで、最近分析してるんですけど、ぜひね、チャンネル登録してもらえたら、まあ僕の励みになって動画が良くなるっていうのもそうなんですけど、チャンネル登録とか僕の視聴範囲じゃない人にもですね、動画が届くってことなんで、それはね、僕にとってはめちゃめちゃ嬉しいんで、ぜひちょっと応援してもらえたらありがたいです。ということで、今日の動画は、お酒の対処法ということで、お送りしました。ではまたまた質問とか待ってます。ありがとうございました。